デス F1W06 ハイブリッドはメルセデスベンツが2015年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。開幕前のテストから好調で 開幕戦オーストラリア GP をワンツーフィニッシュで最先よく飾った。しかし、第2戦マレーシア GP ではタイヤを機能させることができず、フェラーリのセバスチャンベッテルに逆転優勝を許した。そこから前倒してフロントウィングを投入するなど、開発のペースを上げ始めペースを取り戻すと、ハミルトンが第6戦モナコ GP から第12戦、イタリア GP まで7戦連続で、 ポールポジションを獲得するなど速さを見せた。一方で同じ時期にチームはスタートという新たな問題を抱え、第9戦イギリス GP や第10戦ハンガリー GP などで順位を下げるケースが目立った。また、第13戦シンガポール GP では突如失速し、予選ではチームとしてシーズン唯一、 ポールポジションを逃し5、6番手に止まり、決勝もロズベルグが4位ハミルトンはシーズン初のリタイアを喫した。その後は再び調子を取り戻して、ロズベルグが6戦連続でポールポジションを獲得し、5戦でワンツーフィニッシュを飾って、第15戦ロシア GP でコンストラクターズタイトルを、そしてハミルトンが2年連続となる。 ドライバーズタイトルを第16戦アメリカ GP で獲得した。最終的には前年を上回る12回のワンツーフィニッシュを飾り、ポールポジションも前年同様に18回獲得。信頼性の向上などもあって、トータルで獲得したポイントも昨シーズンを上回った。ありがとうございます。